ええ、何せ真田信之が現れたのは突然のことでしたから、皆慎重になっているんでしょう。しかし驚いたよな、あいつたった一人で来ているんだぜ。政宗は奴が寝返ろうとしていると言っていたが、どうにも怪しい。どうだった？ああ、真田信之は織田軍に加わることになった。俺たちとも同盟ってことか？まあそうなるな。だがそんな簡単に奴を信用してもいいのか。寝返ったふりをした患者の可能性も捨てきれないだろう。まあもし患者だったらそん時は打ち取ればいいことだろう。それはそうだが、そんなに自由にうろついていては何か情報でも探っているんじゃないかと怪しまれるぞ。疑われているのは宣告承知だ。お前だって俺を信じているわけじゃないんだろう。当たり前だ。だがそこまで警戒しないでくれ。俺はお前に情報を渡すためにここに来たんだ。情報だと？以前俺たちが神器を探していた時、襲ってきた奴らを覚えているか？あの時お前たちは雪村が渡した軍旗を見なかったらしいな。なぜ今さらその話を？毛利の軍旗だったんじゃないのか。だからそれを伝えに。毛利の軍旗ではなかったから伝えに来たんだ。ああ、どういうことだよ。というよりこの辺りの主だった軍のものではなかった。少なくとも俺は見覚えがないものだ。なぜそんなことを俺たちに教える？彼女を守りたければ敵は他にもいると覚えておいた方がいい。答えになっていないな。俺はなぜそんなことを教えるのかと聞いたんだ。ただの気まぐれと言っても信じないだろうな。だがお互い明日も命があるという保証はない身だ。だからしたいと思ったことをした。俺が伝えたかったのはそれだけだ。あっ。